ゴードン・ハスケルはイギリス出身のミュージシャン、ベーシスト、ギタリスト、作曲家、作詞家。ゴードン・ハスケルは1946年イギリスはドーセット州ボーンマスの産院にて生まれる。1961年、学友のロバート・フリップからギターの手ほどきを受け、7月終わりに一緒に組んだ初めてのバンド、レーブンズでベースを担当。9月にはウィンボーンにあるウェストムーアユースクラブの教会で初めてのステージに立った。1962年8月解散。フリップのみ、ダグラスワードのトリオやホテル専属バンドでセミプロ活動を続けた。1964年3月、ハスケル、フリップ、リーダーのティノ・リチニオの元レーブンズのメンバーが集まり、新ドラマーとボーカルを加え、バンド名をザ・リーグ・オブ・ジェントルメンとし5人編成で活動。ビートルズやロイ・オービソン、フォーシーズンズ等、主に当時のヒット曲を演奏していた。ドーセットの地元バンドとして、地方紙に載るがデビューには至ってない。1965年夏、フリップが学業専念のために脱退。バンドはその後も秋まで活動し解散。その後、かつて同郷のジャイルズ兄弟も参加してたダウランズのツアー参加中、観客からフルールドリースでベースを募集していると聞き、年末に加入。ロンドンに出たハスケルは1966年中頃からリンゴスター所有でアニマルズが住んでいた豪邸に8ヶ月下宿しており、アニマルズのチャス・チャンドラーが米国から連れてきたジミ・ヘンドリックスも一緒に住んでいた。1966年3月、フルールドリスのセカンドシングル、サークルでレコードデビュー。このバンドが1965年に出した最初のシングルはジミー・ページプロデュースだったが、ハスケル傘下のセカンドシングルはグリン・ジョンズとトニー・キャルダー共同プロデュース。ハスケル本人もジミー・ページによる制作関与を問われ、当時ページにはあったことがないと述べている。1967年からフルールドリスの3代目マネージャーに就いた人物がアトランティックの英国部門ヘッドだったこともあり、セッションやバックバンド活動にも数多く参加。様々な歌手のレコードや作曲家のデモでもベースを弾いている。この時期初めて他の歌手にレイジーライフという楽曲を単独で提供している。1968年4月、フルールドリスを脱退。フラワーポットメン、キューピッズインスピレーションといった当時すでにヒット曲を出していたグループのツアーに参加。この当時、書き溜めていた曲をマネージャーと売り込み、キューピッズインスピレーションのプロデューサーであったジミー・ダンカンの手により、ソロアルバムを制作。1969年秋、ファーストソロアルバム、セール・イン・マイ・ボートを、ACBS より発表。またこの年結成したばかりのキングクリムゾンのリハーサルに旧友のフリップを訪ねたびたび見学に訪れていた。1970年春、キングクリムゾンのセカンドアルバム、ポセイドンの目覚め収録曲、ケイデンスとカスケードにボーカルでセッション参加。旧友ロバート・フリップの熱心な誘いを受け、キングクリムゾンにベース兼ボーカルで加入。1970年夏、サードアルバム、リザードに参加。アルバム制作終了後の秋に引き続いて行われたライブ用リハーサルでフリップと対立し脱退。クリムゾン離脱後、来英中だったアトランティックレコード会長アーメット・アーティガンにレコードプロデューサーのジョン・ミラーの勧めで面接しに行き、その場で歌いレコード契約を得た。1971年夏、セカンドアルバム、歳時記が制作され、解散したモーグルスラッシュからジョン・ウェットンとビル・アトキンソンが参加している。ギターにはハスケルと同じく、ドーセット州出身で買って、ダウランズでもプレイしていたアラン・バリーを呼び寄せた。ロンドンでの収録後、プロデューサーのアリフ・マーディンがニューヨークのスタジオで追加録音とマスタリングを行ったが、ハスケルは帯同しなかった。11月ロンドンのレインボーシアターでウィッシュボーン・アッシュ、マウンテンラーと共演。その後スタックリッジ、オーディエンスと共にツアーに出た。アルバム発売から9ヶ月後にはソロ歌手を諦め、ティム・ハーディン、ブリン・ハワース等のバックバンドでベーシストを務めた。1974年、スタックリッジとセッションをするも正式加入には至らず、ハスケルのセカンドアルバム楽曲、ワームが彼らのフォースアルバム、エクストラバガンザでカバーされている。フルール・ドリス時代の同僚ギタリスト、ブリム・ハワースのファーストソロアルバム、レット・ザ・デイズ、ゴーバイに参加。1976年、ブリム・ハワースの BBC ラジオ出演のバックバンドで、加藤博、ジム・ラッセルと知り合い、バンド、女王結成、ディスコ音楽作品を制作。翌1977年、女王名義にてシングルを発売。メル・コリンズも同シングルに参加している。1977年、山口百恵のロンドン制作アルバム、ゴールデンフライトに、女王のメンバーらと参加。百恵のロンドン観光には、自身の自動車を貸している。この年の6月から1ヶ月、尺八奏者村岡実のアルバム制作のため、初来日を果たしている。この当時セッション仕事のない日にレストランバーで歌っていた際の仲間の紹介で、クリフ・リチャードバンドのツアーに12週間参加した。またこのツアー終盤には、元フィールズのアラン・バリーも、ごく短期間参加していた。1979年、RCA と2年のソングライター契約。ハスケルが提供した歌、レイジーライフを1967年に歌っていた、ビルキンバーによるプロデュースで、サードアルバムの制作に入るもテスト版止まりで発売されず、そのセッションからシングル版4枚が発売されたのみだった。1984年以降は、スペインや北欧など各地で酒場巡りの弾き語り歌手をするなどして過ごしていた。1989年、自身のレーベル、ウィルダネスレコーズを立ち上げ、翌1990年、アルバム、ハンブルドンヒルで9年ぶりに、ソロ名義作品を発表。2001年末、クリスマスソングとして発表した、How Wonderful You Are が、全英シングルチャート2位のヒットとなり、翌2002年春発売通算9作目のアルバム、Harry's Bar も、全英アルバムチャート2位を記録した。2007年、自宅のあったドーセットからギリシャのスコペロス島に妻ら家族と移住。2015年年頭、プロ活動50周年に5年ぶりのシングル曲、I Am Letting Everybody Know を発表。年末からは久しぶりの UK ツアーを行った。2016年末、英国に住まいを戻し、活動を再開した。2020年1月24日、10年ぶりのアルバムザ・キャット・フーズ・ガット・ザ・クリームを発表。ツアー開始をアナウンスするもコロナ禍で中止となった。2020年10月18日、15日に、眼頭病の末に亡くなったことが報じられた。ロバート・フリップ日記2003年7月2日より、@DGM のフリップ日記では晩年まで、元メンバーと交流が絶えなかった人物。末期癌でも、死の前の月まで地元で演奏をしていた。スタンリー・レビ。1969年に、リチニをアラン・バリーとジ・アクトレスというバンドで、唯一のシングルを出している。レグマ・シューズ、ボーンマス地方上イブニング・エコーにおいて1965年には、年間最優秀ボーカリストに選ばれた。ステージでの芸名は、トニー・マシューズ。後にトニー・ヘッドと交代した。UK プログレッシブロックの70年代、ゴードン・ハスケルインタビュー同盟、別バンドメンバー一覧セミプロ時代のマイケル・ジャイルズとピーター・ジャイルズが1961年秋から1963年秋までバックバンドで演奏していた。ゴードン・ハスケル自伝ザ・ロード・ツー・ハリー、S・バー日本版、CD フルール・ドリス、You've Got to Earn It、バンド表記名に準拠、両名とも、イミティエートレコードに関与してた、ローリングストーンズ人脈でジョンズはエンジニア、キャルダーはマネージャー。CD、ザ・フルール・デリス、You've Got to Earn Itにおいて、当曲のリードギター演奏は、フィル・ソーヤーとキース・ガスターによりクレジットされている。フランク・フェンター。ロイス・フェンタープロダクション所属女性歌手シャロン・タンディの、マネージャーでもあった。ウィリアム・イーというビルキンバーの変名。南アフリカでは、ビリー・フォレスト、クエンティン・E・クロップイエガー名義でも活躍。南アフリカでは、渡英前のシャロン・タンディともレコーディングしていた。共作曲の提供では、この1ヶ月前、ルパート、エスピープル、シャロン・タンディがそれぞれ出したシングル B 面に収められた、ホールドオンがある。CD、ザ・フルール・デリス、ユーブ・ガット・ツー・アーニット、キース・ガスターによる10曲目解説部により、クリムゾン・キングの宮殿風に語り手、シド・スミス著当時ジョン・ウェットンに仕事先の世話をしていたプロデューサーで、ジョージ・マーティンの弟子にあたる人物、ロッド・エドワーズ、ロジャー・ハンドと3人体制のトゥライアム・ビレイ・トゥ・プロダクションという制作チームで多くのレコードをプロデュースした。ハスケル自伝より、1973年、オランダ・アムステルダム公演翌1978年にも、ジョー名義で、プロレスラー藤波辰巳のテーマ曲、ドラゴンスープレックスが、シングルで出ているがハスケルは、不参加。メル・コリンズは参加している。プロデューサー川瀬康雄氏ラジオ出演より一緒に、組んで歌っていた、ピート・シルズとマイク・アリソンの自作曲が採用され、クリフ・リチャードに歌われた。1977年10月24日。オランダ・ロッテルダム公演この年代 RCA でプロデューサーになっていた。公式サイトよりゴードン・ハスケルリップ。DGM 2020年10月18日閲覧。デュエット相手はフィンランド人女性歌手。オーストリア人歌手ウド・ユルゲンスのワズ・イッヒディル・サゲン・ウィルのカバー。日本ではペドロ&カプリシャスがカバーした別れの朝というタイトルでも有名。ハスケルは67年から68年シャロン・タンディのたくさんのシングルで演奏やコーラスをしている。ハンブルドンヒルと同じボーンマスのカーハウススタジオ、同じエンジニア、同じドラマーで制作されている。ありがとうございます。